ちょっと黄みがかったニスみたいな感じですね。これ吹いてるように見えないんだけど明らかに綺麗になってってるんですよ、まあ、というか逆にこれだけ綺麗になればまあ絶対光量アップするよ、ね、こちらビフォア施工前、これがですねこんな感じになります。じゃああっちの方見て、はい、はい、アメシャアウドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですねヘッドライトを綺麗にします。で、多摩のアベカーズさんに来てるんですが、もうですね自分でいろいろやったんですがもうプロに任せるのが一番ということで、今回アベカーズさんにお願いします。で、今回ですね、ところどころ解説していただくのが、フロントでしたっけ、はい、フロントの青木さんと、サービスメカの西山さんです。じゃあ今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですねちょっとまずお伺いしたいんですが、今ですねこうやってピットの中に入れていただいたんですが、西山さんこれ頭から入れたのには何か理由があるんでしょうか。いや特にはないんですけど、ヘッドライトテスターがこちらに、はい、こちらあるので、せっかくであればビフォーアフターでどのぐらい、今はここ画面は出てないですね。画面は出てないですね。これヘッドライトテスターって車検の時とかに使うのと基本同じなんですかね。そうですね、車検の時に使うやつです。じゃあまずこれで今現状汚いまんまのこの使用前の状態でヘッドライトテスターで、これ光量とか光軸が分かるわけですよね。そうですね。でこれでまず使用前ビフォアの、状態を測って、で作業後にアフターの状態を測るところ、そんな感じですかね、はい、あ、それは分かりやすいです。じゃあすいません、じゃあまずはそのこのですね、僕何度か綺麗にしたんですがまたもう曇って結構汚れてるんですが、この状態、ビフォアの状態でじゃあちょっと、テスターにかけてみていただけますでしょうか。よろしくお願いします。これって例えばこちらで車をお預かりして車検を通す際とかにここで事前にテスターで測ってから検査場に持ってったり、そんな感じで使われてるんですかね。そうですね、こちら認証工場となりますので。あ、そうか、こちら認証工場でしたもんね、はい、陸運局に車検を持ち込みになりますので、はい、車検持ち込む前に自分たちが測定、まあ、ずれていれば合わせてっていう感じですね。じゃあここで事前検査しておけば持ってったけどあれ全然足りねえじゃんみたいなことはないわけですね。足りないことはないと思うんですけれども、はい、アメ車の場合って結構光軸が微妙なので走ってる間にずれちゃったりとかいうことも、走ってる間にっていうかはい、エルボー点がちゃんと出ないとか。あ、なるほど。例えば右肩上がりとか、はいはいはい、そういうのはもう無効判断となるので。はい、ヘッドライトつけてもらったんですが、まあこうやって見ると激暗っていう感じではないんですが、まあ暗いは暗いですよね。そうですね、車検のでも通る範囲内の明るさは出てますね。こちら、あ、見て大体わかりますか、はい、今7600カンデラ、はい、これが車検だと6500カンデラ以上でOK なので。あ、じゃあ今のこの結構汚れてる状態でも車検に通る光量は出てるわけですかね。はい、そうですね。あ、じゃあ僕しこしこ磨いた甲斐は少しはあったわけですね。そうですね。で、じゃあまずこの数値、76カンデラ、この目視測定っていうやつですかね。7600か、はい、これを覚えておいて
この75、76の、光量が果たして磨いて80とか出たりしたら、あ、もう明らかに明るくなっていることですね。はい。でただですね、もちろんその明るさ、実際の明るさもなんですが、まあ、これはあのプロのメカの方だと違うかもしれないですけど、ビジュアル的にも今あの古いヘッドライトってブサイクじゃないですか、はい、ちょっと目が濁ってるみたいで。あ、そうですね。でもその今回施工してもらう作業をすると、ここの顔が、目がクリアになる可能性はあるわけですよね。はい、はい、で西山さん、ちょっと今更なんですが、今回お願いするこの作業というか商品の、ね、名称を教えてください。はい、ラバーコートという商品で、パンフレットあるんですね。ラバーコート、ヘッドライトランプスチームコートですね。ラバーコート、全く新しい発想に基づくヘッドランプクリーニングシステム。あ、これあのもうアベカーズさんで、このサービスっていうのは普通に営業されてるわけですね。そうですね。でこのラバーコートなんですが、まあ、車種によっても違うかもしれないんですが、料金的にはどのぐらいなんでしょう。大体2万円前後で作業が、はい、でもそのこの商品の金額ってのがあるんですよね。あ、今これはなんか隠されてますが、1台2万円ってことです。そうですね。そこはあの例えば何でしょう、そのこういうもの自体の金額って入ってるんです。このリキッドの量で結構の台数できちゃいますので、はいはい、あ、なるほど、はい、じゃあまあ基本的にはその作業工賃みたいな、捉え方でいいんですかね。そうですね。でただそのこのヘッドライトの劣化の状態って車種とか車ごとに全然違うと思うんですが、まあ、ものすごいその最初の下地処理に時間かかるとか、意外にあっさり綺麗になったとか、そういうのあると思うんですが、はい、それによっても多少は値段は変わるんですかね。変わらないですよね。変えてないです。変えてない、はい、じゃあ大体2万円ぐらいで。あ、意外に、ごめんなさい、お願いする立場でこんなこと言うのはあれなんですけど、なんか思ったよりも安いかなっていう。そうですね。まあ、ヘッドライトの黄ばみ具合によって、はい、まあ、それぞれ時間かかる時間っていうのは変わるんですけども、まあ、均一2万円ぐらいで。あ、そのぐらいでやってます。僕素人仕事でこれ今まで自分でシコシコ磨くのに、はい、多分3回合わせて18時間ぐらいかけてるんですが、それ考えると、いや最初から頼めばよかったなっていう感じですね。なるほど、ありがとうございます。はい、でこれが今のラバーコートの溶剤になるんですかね。はい。で、今ペーパーがたくさん並んでますが、施工のその順番的にはまずペーパー掛けをする感じですか。そうですね、耐水ペーパーでどんどん番手を増やしていって、はい、仕上げまで磨いていって、はい、最終的に脱脂して、はい、リキッドをスチーム塗布するという。そうですね。じゃあ、まあ、まずはここ表面をきれいにする作業からですね。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、はい、で西山さん、ちょっとお願いがあるんですが、はい、これ使用前使用後ビフォーアフターでちょっと比較検証したいんで、はい、どっちか片側だけまずお願いできますか。はい、じゃあそれでは先ほど測定した左側から。あ、左から始めたいと。じゃあこっちの方からで、一応は、まあ、まずこれが左のビフォーは、まあ、結構黄ばんでます。でまずこの左きれいにしてもらって、右とのちょっと比較をしたいと思うので、じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、あ、まずはマスキングをするわけですね。そうですね、一応念のため、まあ結構隙間があるんですけど、はい、一応念のためペーパー上げするので、余計な部分は一応マスキング、まあ、この車に関してはざっくりで大丈夫です。あ、大丈夫ですか。もう いい加減もう塗装はやれちゃってますし、その辺も結構ひどいことになってるんで、まあでもお客様の時にはその辺しっかりやられるわけですね。そうですね。はい、で西山さん、この
トレブレ、まあ、さっきあの車検通るぐらいの光量出てたんで見た目ほど暗くはないのかなとも思うんですが、はい、これは綺麗にできるレベルの劣化ですか、表面的には。そうですね、綺麗にできると思います。今までお客さんの中で、あ、このヘッドライトはやっても無理ですよというか、まあ、もうちょっと劣化しすぎてるので交換した方がいいですよっていうパターンってありました？表面はこの施工で綺麗になると思うんですけども、表面ってこのレンズの部分ですね。レンズ表面の、はい、くすみは取れると思うんですけども、はい、中のリフレクターに例えば、劣化が見られますと、それで光量が出なかったりする場合があるので。あ、じゃ あ, あのヘッドライト の, この表面じゃなくてこの中にある反射板の方。そうですね、まあ、そこはもうどうしようもないっていう。どうしようもないですね。あ、じゃあそこが劣化している場合にはもうおとなしく交換っていうことです。交換をお勧めしてます。なるほど、了解です。はい、今ペーパー掛けしていただいてるんですが、まあ、手動かしたままで、これはあの、はい、何でしょう、目の粗いのからだんだん目の細いのにやっていく感じなんですかね。そうですね。最初は何番ぐらいから始めるんですか？結構な極みがある車は400番ぐらいから。400番ぐらい、はい、ですね。で、まあ、例えば400から600、800、1000みたいな感じでだんだん目の細かいやつに、変えていく感じですかね、はい。最終的には何番までやるんですか？最終的には確か2500とかまで。2500、あ、相当細かいんでやるんですね、はい。でこれはもう車種に限らず工程的には まずこうやってペーパー掛け、はい、で粗いので表面を削って、まあ、だんだん細い目で整えていくって、ね、これは一緒なわけですね、はい、はい。まず一発目はこういう黄ばみがある。あ、すごいですね。これ要するにこんだけ黄ばんでるってことですもんね。ヘッドライトって当たり前ですけど新車販売時は透明ですよね、はい。だから新車のヘッドライト削ったらこんな黄色にはならないっていうことですもんね。ならないです。へえ、これはこれ分かりやすいですね。僕結構がっつり一生懸命磨いたつもりでしたけど、こんだけまだ黄ばんでるっていうことですもんね、はい。でこれなんですけど、その耐水ペーパーでこうやって磨いて黄ばみを落とす、でだんだん細めにしてって整えていくって、それ自体は一般の人でもやろうと思えばできそうですよね。できると思います、まあ、実際あの以前の動画でもそういうやり方を推奨してくださった視聴者の方たくさんいたんですが、問題はその綺麗にしてもそのままだとまた曇ったりとか、その汚れが付着していくっていうことですもんね。そうですね。なんであの今回の施工みたいに最終的に表面に、コーティング剤を塗布するっていう工程が必要なわけですかね。はい、はい、はい。で西山さん、今更なんですが、はい、ヘッドライトプラスチックですよね？そうですね。今ガラスのヘッドライトってあるんです？今基本的にはないと思います。ないですよ、はい。昔はガラスの車もありましたよね。そうですね。でガラスだとさすがにこれはまずいですよね。まずい、ペーパーでゴシゴシすると傷がガーッとついちゃうから、まあうね、だからあくまでこう今のこのプラスチックのヘッドライトのレンズに対応してる、ね、あの前提ということですよね、はい。まあほぼガラスヘッドライトの視聴者の方はいないとは思いますけど、というかそれだったら変えればいいだけですもんね、はい。あ、でもだいぶ変わってきましたね。これ今更なんですが、このトレイルブレイザーのヘッドライトってちょっとヘンチクリンな形、クリップみたいな形してるじゃないですか、はい。これやっぱりヘッドライトの大きさとか形状によって作業しやすいとかしにくいとか、やっぱり車種ごとに多少あるんですかね？そうですね。こちらちょっとグリルが真ん中通っているので上下2分割になって、はい、で結構 R もきついから意外に磨きにくかったりするんですかね。ただフェンダーの隙間とかあるんで割とこの辺は磨きやすいかなっていう感じですね。カチッとボディ枠に入っちゃってるとこの際というか隅の部分がやりにくいですもんね。そうですね。はい、これ今
400番が終わったぐらいですかね。400番一番最初のやつが終わった。触っても大丈夫です。大丈夫です。あ、でもそんなにザラザラじゃないんですね。でこの向こうもあるんですけど、これ何なんでしょうね。あの両サイドシンメトリーで同じようにここに妙な傷があるんですがちょっと何かは分からないですね。多分やっぱヘッドライトウォッシャーが残っちゃってこんな感じになるんでしょうね。でも結構傷入ってますよね。そうなんです。結構触ってなんか段付きを感じるような感じなんで、まあ、ただ幸いにして別にここに少々傷あっても、その視界というかヘッドライトの明るさには大層影響はなさそうなんで、バルブの位置がここなので。そうですよね、はい、そこは避けて、避けられてるから、まあ、まだいいんですが。でこれで徐々に、細め極細みたいな感じで仕上げていく感じですかね。はい。でちなみにこれヘッドライト片側でそのペーパー掛け下地処理にはどのぐらいだいたいいつも時間ってかかるんでしょう。だいたい1時間半とかですね。1時間半ぐらい、はい、じゃあ左右で3時間ぐらいはかかるっていうことですね。はい、はい、西山さん今は何番ぐらいでやられてるんですか。今800番です。じゃあ400、600、800ときて最終的に1200番ぐらいまでですか。いや、2500です、ね、あ、2500か、はい、いえ、結構工程先は長いですね。これ例えばその粗めである程度やった段階で黄ばみはほとんど取れてるわけじゃないですか。そうですね。でこれから先ってのはいわゆるその表面上の凹凸をなくしていくような、まあ、きれいにツルツルにしていく作業だと思うんですが、はい、この段階でその何でしたっけ、あの商品名、ラバーコートです。ラバーコートを拭いちゃったりしちゃダメなんですかね。この段階です。この段階で、この段階でも、まあ、あの反応すると思うんですけど、うん、あの傷が残ります。あ、じゃあやっぱ綺麗にはならない。やっぱ段階を踏まないと、はい、400番で磨いた傷が残ると。あ、じゃあやっぱり最後まで綺麗にした方がいいわけですね。はい、はい、あ、見るからに綺麗になってきましたね。そうですね。これ今1000番です。あ、もう1000番。このサイドのところもだいぶ目立たなくなりましたね。多分これ熱入って中から多分焼けちゃってるんじゃないですかね。だからそこの部分だけちょっと変質しちゃってる感じなんですかね。そうです、変形ですね。変形か。やっぱあれですね、ウォッシャー液が固着して熱でなんか化学変化を起こしたとかそんな感じなんですかね。いやー、なんとも言えない。それはあ、でも この段階で結構綺麗になったの分かりますね。はい、今左側施工途中、まあ、半分ぐらいですかね。でこれ施工前の右側で施工途中左側、まあ、楽しみですね。はい、結構見違えるように綺麗になってきましたが、これで1000番が終わったぐらいですか。そうですね、今1200が終わったぐらい。じゃあ工程の半分ぐらいもう終わってる感じですかね。そうですね。ちょっと失礼します。あ、もう手だとほとんどわからないが紙ぐらいのザラザラ感ですね。うん、見た目だと多分まだわかるんじゃないかなって感じですね。コピー紙ぐらいのザラザラ感ですかね。はい、擦ってる音が随分滑らかになってきましたけど、今何番ぐらいですか。今仕上げに近い2000です、ね、おー、2000番。あ、ここまで来るともうなんか全然終わりが見えてきたというか、めっちゃ綺麗になってわかりますね。そうですね、もうキュッキュッになってますもんね、ザラザラじゃなくって。そうですか。はい、西山さん結構綺麗になったと思うんですが、これ今2000番、2500番、2500がないので2000番までやりました。2000番まで終わり、はい、でとりあえずこの耐水ペーパー、ペーパー掛けは終わりっていうことですよ ね、はい、このあと脱脂してレンズ面をきれいにして、いよいよラバーコート吹きかけ、脱脂をして溶剤ラバーコートを塗布するわけですよね、はい。今これ白っぽく見えるのは当然ちっちゃいその、ペーパーでこすってるからこの状態で、傷が入ってる状態なので、
これにコーティングすればこれがクリアに綺麗に見えるわけですね、はい、これだからある意味ボディの塗装とかと一緒ですよね。まあやることはそうですね、意味というか流れ的には、はい、楽しみ。じゃあちょっと引き続き続きをお願いします。はい、はい、今ですねペーパーまで終わってこれから脱脂して溶剤を吹きかけるんですが、これお手持ちのがラバーコートの溶剤なわけですね。そうですね。でこれを、塗布していくわけなんですが、これどれぐらい使うんですか？説明書きには、カップへリキッドを100ミリまたは3分の1入れてくださいって書いてあるので、100ミリ、はい、じゃあこれを100ミリもついてるのでははは100ミリ入れちゃいます。でちょっと途中なんですが、これこのラバーコートは、まあ、今回施工していただいてるんですが、このラバーコート自体も安倍風の安倍商会さんで販売されてるんですよね。そうですね。これ買おうと思えば普通の人でも買える。はい、購入できます。まあ普通の人は買わないと思いますが、そうです、ね、業者さんであればこれやってみたいっていうところは購入も OK なわけですね、はい。まあ、普通の方でもご興味あれば購入されても、まあ、一般販売も大丈夫なんですか？おそらく大丈夫だと思いますけど。あ、はい、じゃあこれは動画の概要欄に書いておきますんで興味のある人は見てください。はい、なんかこうちょっと黄みがかったニスみたいな感じですね。パッと見ニス、あでもちょっと黄緑っぽいのかな。でこれは別にヘッドライトがこの黄色黄緑色になるわけじゃないんですよ ね。 そうですね。透明クリアになるわけですね。はい、はい、おお。これがもうガンみたいな感じになってるんですかね。はい、今電気つないでますけど、これなんかこれコーヒーカップみたいですよね。そうですね。それでシューッと吹きつけるわけですよね。はい、これで今電源入れますので普通のガンじゃいけないんです。普通塗装とかするときにやるこういうガンタイプのやつがあるじゃない。あ、なるほど。そう、こちらは多分専用のカップとなりまして、はい、熱が、リキッドの方を温めるようになっているので。あ、これ保温機能があるわけですね。そうですね。あ、そっか、確か商品名にスチームって入ってましたよね。はい、スチームコートでしたっけ。そうですね。あ、じゃあこれね、溶剤を温めてからこっから吹きつけるわけですかね。はい、あ、じゃあこれ本当に見た目のコーヒーカップみたいな、何でしょう、保温効果というか、温度を上げる効果、温める効果があるんですね。そうですね。あ、それでこれコードをつないでるわけですね。はい、はい、はい、水を吹き飛ばしてます。でこの時点でマスキングも取っちゃっていいわけですかね。水を含んでいるので。あ、そっか、一回垂れたりすると嫌なんで。はい、今綺麗になってます。これは脱脂ですね。そうですね、脱脂です。油分を拭き取ってるわけですね。はい、今ですねペーパー掛けも終わって水分を吹き飛ばして脱脂も終了。あとはですねラバーコート溶剤を塗布します。でこれ仕上げ前。はい、じゃあお願いします。おお、
これ、あの目では、あ、ごめんなさい、マスクしてるから喋りにくいかな。あ、大丈夫ですよ。見えにくいんですけど、これ吹いてるように見えないんだけど、明らかに綺麗になってってるんです。これ、あの、なんて言うんだろう、表面を多分溶かしてると思うんですよね。これ目に見えない水蒸気みたいな感じ、まあ、そのものスチームですけど、はい、なんか吹きかけてるように見えないんだけど、やっぱりこうやって綺麗になっていく以上はちゃんとかかってるんですよ ね、 そうですね。これすごいな。へー、はいはいはい、すごいすごい、めっちゃクリアになってきますね、はい、あ、でもなんかちょっとこう匂いがしますね。なんだろう、揮発性の、そうですね、悪い匂いじゃないんですか、アルコールというか、その熱感というか、その、へー、これすごい分かりやすい。あ、めっちゃクリアになりますね。これびっくりだな、はい、さっきのが。これ仮に光量そんな変わらなくても、ビジュアル的にもすごい若返るというか、見た目がこれだけ良くなればこれは嬉しいですね。そうですね、まあ、というか逆にこれだけ綺麗になれば、まあ絶対光量アップするような。へー、これ目にはほぼ見えてないんですけど、そのノズルのところから何かやっぱ水蒸気っぽい、その、溶剤が噴き出てるわけですよね。はい、あ、それでスチームなのか。これちなみに乾くのにはどれぐらいかかるんですか？乾くのはすぐ乾くと思うんですけれども、はい、完全硬化は24時間って書いてあります。あ、じゃあもう吹きつけた瞬間から乾いていくけど、完全硬化には1日かかるっていう感じなんですね。あ、でも今の状態で例えば下の方とか触っても手についたりはしないわけですか？いや、どうですかね、ちょっと触ったことがないんで。あ、まあそうですよね、通常触らないんで。せっかくの綺麗にしたのが指紋とかついちゃいますもんね。あ、すごいすごい、これは見てすぐわかる。ちょっとテカって見えにくいけど、使用前と使用後のところこれだけはっきり分かればいいですね。そうですね、これですね、もう光量を測るまでもなく違いが一目瞭然。いかに黄ばんでたのかがこれを見るとすごく分かりますね。はい、すごい綺麗になりました。これ
まあ後でまた光量も測ってもらうんですが、これですね、ちょっと待ってくださいね。わかりますかね。もう右と左で全然違います。こっちはもう施工後の方は透明で、施工前の方はまあ黄色というか、よいしょ。はい、こちら右側ヘッドライト施工前、こちら左側ヘッドライト施工後。これですね、周りにいろいろ映り込むんで分かりにくいかもしれないんですが、まあもうこれ見てすぐ分かるんですが、ちょっとこれから再度光量アフター施工後の光量を測ってみます。じゃあお願いします。はい、中央のノズルの合体マークに合わせて全く同じ位置で、はい、やらせなしです。3000ぐらい上がりました。これ1060ってことですよね。1万、そうですね。さっき7500ぐらいでしたっけ。7000、1万600です。あ、これ1万600か、はい、先ほどは7000、確か5600です。7500、7600ってことは2400ぐらい上がったっていうことですか。これは全然違いますね。3000ぐらいで上がったの、なんで 25% 以上上がってるってことですよね。3000ぐらい上がってんのか。あ、もうこれはもう一目瞭然ですね。で今、あ、でもあれだけクリアーになっても、まあヘッドライトは当然黄色っぽいんですが、これですね、さすがにちょっとヒルアンドンで分かりにくいか。まあこれ施工前で、こっちが施工後。これですね、全然違います。この施工前の方はこのヘッドライト、ここ傷があって、ヘッドライト内部のリフレクター、反射板の部分が見えにくいんですが、こっちはですね、はっきりと奥にある反射板が分かります。まあ、ただ肉眼動画で分かりにくくても、もうこれではっきり数値として出てますんで、明るくなったのはもう間違いありません。はい、電気消した方が分かりやすいですかね。これアフター施工後で、そのまんまこちらビフォア施工前、もう全然黄ばんでるのが分かりますね。で曇ってます。でこれがですね、こんな感じになります。もう全然違いますね。はい、で今ですね、まあ、こちら車体左側のみきれいにしてもらって比較検証してみたんですが、まあ、片側だけっていうわけにはいかないんで、今度右側もやってもらいます。でただ作業工程自体は今やっていただいたのをもう一回繰り返すだけです。で後でまとめ、お日様の下で見てみます。はい、反対側右側の方も準備終わりました。でこれから仕上げに入っていきます。でこの状態だとすごく違いが分かりやすいですね。でさっきですね、
施工してもらった左側の方はもう本当に今乾いてるんですが、もうツルツルですね。もう全然違います。はい、ヘッドライトのクリーニング作業、いよいよ佳境、もうちょっとで終わります。で、右側もですね、どんどん綺麗になってってます。で、これですね、完成したら外に出してちょっと撮影して終了になります。はい、ヘッドライトのクリーニング&コーティング完了しました。まあめちゃめちゃ綺麗になりました。で、西山さんありがとうございました。いえ。で、ちょっと光らしてみるんで、はい、ちょっとそこに行ってください。で、今ですね、まあヘッドライトつけない方がわかるかもしれないんですが、こんな感じ。これですね、すっごい明るくなりました。で、本当にありがとうございます。で、西山さん、これ、まあ、今日、筆者のこのトレイルブレードやってもらったんですが、はい、こちらで販売された車両以外でも、はい、まあ、俺も綺麗にしてほしい、ヘッドライトを暗いんだっていう人はお願いすること可能なんですかね。あ、もちろん可能でございます。じゃあその場合、アベカーズさんに連絡して、ヘッドライトのクリーニングお願いしますって予約をすればいい感じですか。そうですね。はい。で、これって、まあ、途中にもお話ししましたが、だいたい1台3時間ぐらい、だいたい3時間ぐらいを目安としてやってます。じゃあ例えば車をお預かりっていうよりは、まあ、預かるにしても朝預かって夕方引き取りとか、もう当日日帰りで OK みたいな感じですかね。そうですね、はい。で、まあ、ただ3時間4時間ずっとショールームで待っとくのもきついから、まあ車預けに来て1回ちょっとご飯食べに行って外に行って終わった頃に、まあ、夕方通りに来るとか、そんな感じですかね。そうですね、そんな感じがよろしいかなと思います。で、あとはあれですよね、車のこの加工施工をお願いするだけじゃなくて、安倍川さんというか安倍商会さんか、はい、このラバーコートの施工セットも販売されてるんですよね。はい、そうですね。それがこちらになります。ラバーコートの、ヘッドライプチームコートというものになりまして、これを自社で導入したいというディーラーさんとかお店とかであれば、はい、このキットを購入することも可能ということで。そうですね、可能でございます。まあユーザーさんでも買えて買えないことはないんでしょうけど、はい、まあ、基本的には業者さんですよね。そうですね、はい。そんな感じ でこれ案件じゃありません。本当に普通にお願いしたんですが、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。